こちら、アモロです。今回の話題はこれです。ドン！ビットコインを買う中国人投資家が増えまくっている。ビットコインの発射準備か。ニュースドン！中国で規制すり抜け暗号資産投資が拡大。ビットコインをはじめとする暗号資産を手に入れようとする中国の投資家は増えるばかりだ。背景には国内で低迷したままの株式や不動産よりも暗号資産は安全な投資先だとの考えがある。本土への投資はリスクが高く、不透明で期待外れになってしまったので、人々は海外に資産を振り向けようとしている。ほぼ毎日、本土投資家が香港市場にやってくる光景を目にしている。ほう。チャートだ。これは上海総合指数の週足チャートです。上海総合指数は中国の代表的な株価指数です。コロナの底は2020年3月につけた2646ポイント。コロナの経済対策によって7月にコロナショック直前の価格を突破し、その後も上昇が続きました。しかし、8月に中国政府が不動産価格の過熱を抑制するために、3つのレッドラインという不動産の融資規制を導入してから雲行きが怪しくなり、翌年2021年9月に中国の恒大集団がデフォルトの危機に陥りました。恒大集団は中国の不動産業界の元最大手の企業です。2020年の売上高は 8.5 兆円、2020年末の負債総額は 33.1 兆円という巨大企業です。中国の住宅販売は頭金の支払い等にローン返済が始まるのが一般的のため、不動産会社は完成前の住宅を売却して得た資金を使って次の住宅建設に着手し、完成前に売却するを繰り返す自転車操業が常態化していました。そして恒大集団のデフォルト危機によって関連企業の経営が悪化して住宅建設が滞り、住宅は完成しないけどローンだけ支払い続ける未完成住宅問題と発展し、中国は不動産価格が低迷する不動産不況へと入っていきます。2023年に株価がさらに下がり、2024年1月に2700台まで下がりました。2700台をつけるのは2020年4月以来の3年10ヶ月ぶりです。現在は2900台まで反発しています。チェンジ。これは2021年2月19日の株価指数を 0% として現在までの変化率を表示したものです。GDP トップ10を含む13カ国の株価指数を表示しています。マイナスの国は3つ。韓国のマイナス 20%、中国のマイナス 21%、ロシアのマイナス 24%。その他は全部プラスで、最低はイスラエルのプラス 15%、最高はインドのプラス 38% です。ちなみに、日本は2022年まではマイナスでしたが、2023年の上昇によってプラス 19% まで上がってきました。チェンジ。これは中国の住宅価格指数です。2010年の価格を100として、他の年の住宅価格指数が表示されています。過去最高は2021年の 112.9。2023年は 103.1。103をつけるのは2017年以来の約7年ぶりです。2021年から 8.7% 安くなりました。このように中国では株と不動産の価格が低迷する不況に陥っているため、中国の投資家は海外に資産を振り向けようとしていて、投資先の一つとしてビットコインをはじめ暗号資産に投資する人が増えています。しかし、中国政府は暗号資産に対して非常に厳しい姿勢をとっています。2013年に銀行の暗号資産取引を禁止、2017年に ICO を禁止、2020年に暗号資産取引所の取り締まりを強化して、
中国国内で暗号資産取引所の運営ができなくなりました。そして2021年に暗号資産の取引とマイニングを全面禁止にしました。暗号資産の取引を違法な経済活動として位置付け、刑事罰に処することもあるという厳しいものです。これより中国のマイニングの世界シェアは 40% だったのが一気に 0% になりました。しかし、しばらく経って現在は約 20% のシェアまで回復するという不思議なことになっています。暗号資産を禁止する理由は投資家保護やマネーロンダリングなどを挙げていますが、今後中国政府はデジタル人民元を法定通貨として国内に普及させる予定なので、暗号資産を通貨として普及させないための事前的措置も目的の一つと考えられています。このように中国では暗号資産取引が違法のため、中国の投資家は裏技みたいな方法でバレないように暗号資産を買っています。そのため中国人投資家の爆買いでビットコインが爆上げしたというニュースが今後出ることはありえませんが、完全に取り締まることができない以上、人民元の信用が低下するにつれ、中国人投資家の暗号資産の需要は今後も続き、その需要が陰でビットコインの価格にプラスの影響を与え続けるかもしれません。チャートと、これは中国のインフレ率です。インフレ率は物価が1年間で全体的に何パーセント上がったのかを表した数値です。2000年以降の最高は2008年につけた 8.7%。リーマンショック後にマイナス 1.8% まで下がりました。コロナショックはマイナス 0.5% まで下がりました。そして2022年以降の長引く不動産不況によって、2023年中旬からマイナスをつけ始め、2023年11月はマイナス 0.5%、2023年12月はマイナス 0.3% のデフレが続いています。デフレは物価が下がるほど、言い換えると通貨の価値が上がることです。デフレ中は通貨の価値が下がる心配がないので、このままインフレ率 0% がついた場合、人民元からビットコインに資産対する需要はあまり伸びなさそうな気がしますが、チェンジ。これは中国の M2 の前年比です。M2 は現金、預金、その他いろいろの合計で、国内経済全体に供給されている通貨の量のことです。マネーストックとも言います。このグラフは M2 が1年間で何パーセント増えたのかを表していて、このチャンネルでは M2 インフレ率と呼んでいます。中国の M2 インフレ率はアメリカや日本よりも高いことが多く、2000年以降の最高は2009年につけた 29.7%、最低は2019年につけた 8%、8% でも高い方です。直近高値は2023年10月につけた 12.9%、先月12月は 10%。 このようにインフレ率はマイナスでデフレ不況まっしぐらですが、通貨供給量は一度も減ることなく爆増が続いているので、今後インフレ率が大きくプラスに伸び始める予感を投資家が感じたら、それはビットコインの需要にプラスの影響を与えます。チェンジ。ちなみに現在の中国はデフレ不況にもかかわらず、先日2023年の経済成長率が 5.2% と発表されました。2022年の1位はアメリカの25兆ドル、2位が中国で、2022年は17兆9631億ドル。経済成長率が 5.2% なので、2023年は18兆から19兆ドルに乗せてくると考えられます。中国は本当に不況なのか ?3位は日本の4兆ドル。2023年にドイツに抜かれ、2024年に巻き返す。以上、ビットコインを買う中国人投資家が増えまくっているビットコインの発射準備かでした。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。暗号資産に爆撃するためにチャンネル登録をお願いします。 X でも暗号資産の情報発信をしているのでご利用ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。